京都大学図書館機構の、付属図書館情報サービス課参考書総監の北川です。よろしくお願いします。今日は、図書館機構からは電子ソース情報検索を中心として、お話しさせていただきます。普段は学術情報提示教育支援を行っております関係で、ご説明させていただきます。今日の配布資料の方ですが、資料のレジュメの方では21ページからになります。また配布資料の方ですが、お手元の方の同封資料の方で、3種類ご用意してあります。一つは、マイクラーニング等利用申請書、そして、付属図書館の利用案内と図書館機構の概要になります。で、入り口の受付のところでピンクのライブリーサービスニュースを配布させていただきました。また必要に応じてご覧いただければと思います。それでは早速今日の内容ですが、次の通りです。今日は図書館機構の話、そして電子リソースの話、そして補足として利用者支援についてご説明させていただきます。まず図書館機構です。皆さん、京都大学には図書館、図書室がどのぐらいあると思われますか？実は50以上あるんです。ではその50の図書館室で、京都大学の図書館をすべて、学術情報整備をできるのかという話になりますが、なかなかその50の図書館室だけではうまくいかないところがあります。ですので、2005年4月に図書館機構というのが誕生しました。この使命は、世界最高水準の教育研究拠点にふさわしい学術情報基盤としての役割を担うことです。その対策として、それぞれの図書館室から代表として出ていただいています委員の先生方に図書館協議会に入っていただきまして、それが審議官となります。また付属図書館のほか50余りの図書館室がネットワークを組んでおります。実際に起きる各図書館室では解決できない問題や調整が必要な課題に対応しております。そういう意味で図書館の調整機能を果たしているということです。図書館機構のウェブサイトは、こちらになります。実際、京都大学のトップページ下の方に全学機構があります。全学機構の下には図書館機構があります。そして、これが図書館機構のページになります。ここのニュースには先ほど申し上げました、各図書館のニュースなどすべてここに集められております。でその下が、資料検索になります。こちらの方をよくご覧いただけたらと思います。では実際に研究の教育に役立つ電子リソースについてご説明いたします。電子リソースはいろいろリンク関係にありますので、これからご説明するクラインという蔵書検索、そしてマイクラインデータベース、アーチコリンカリモートアクセスというふうにリンクに関係にあるリソースについてご説明いたします。先ほどご説明しました図書館機構のホームページの資料検索、こちらの下には電子リソースとして電子ジャーナルや電子ブックデータベースがあります。その下にはサポート機関として機構としてレファレンスガイドがダウンロードできます。そして講習会の情報があります。そして全学共通科目の情報探索入門の資料も OCW の方に掲載しておりますので、その資料にアクセスすることができます。また特殊コレクション、こちらの方も貴重資料画像などを公開しておりますので、皆さんに有用に世代からも使っていただけます。そして研究成果を披露する触れないという、京都大学の学術情報リポジトリ、こちらの方は皆さんの、先生方の、研究成果を世界に発信します。そしてアーカイブしていきますという機能を、図書館機構は持っておりますので、もし、ここに研究成果を載せたいというふうにおっしゃる方は、どうぞ付属図書館の方にお申し込みください。でこちらの方、各図書館室の、ページにリンクがありますし、図書館の開館日程の方ではそれぞれサービスをしている、講習会の状況であるとか、そういうこともこちらの日程の方でご覧いただけます。ではまず、京都大学の蔵書検索について、蔵書検索はクラインというシステムを使います。京都大学には蔵書約640万冊あります。クラインで検索できるのは、約 80% です。それ以外の古典籍資料というのは全額総合目録のカード式で、付属図書館に1回で検索することになります。
あと5、6年ほど経ちましたら、プライムで全て原則ができる予定になります。プライムは、京都大学の蔵書を検索するだけでなくて、他大学の検索もできます。同じキーワードを入れて、他大学の検索もできます。また、電子リソース、先ほどの電子ジャーナルのリンクもこちらにございますので、学生さんにとっては、このプライムの画面で全て京都大学の、図書館の機能を一緒に入れちゃえばいいんじゃないですかと言われるぐらい、これはよく活用していただいています。で、マイプライン、こちらの方は図書の貸し出し疑惑や更新、文献駆使にも有効です。で、プライムの所在の、所蔵情報の見方をちょっと、確認しておきます。京都大学に50以上の図書館室がありますので、検索結果によっては、非常にたくさんの所蔵情報が出てきます。ですので、必ず所蔵館配置場所、請求記号をメモして所蔵館に行ってください。で、貸し出し中の場合ですと、状態に貸し出し中と出てきますので、予約することもできます。予約するにはどうしたらいいのかっていう話ですが、先ほど冒頭でご説明しました配布資料の方です。マイクラインと利用申請書、こちらの方を所属館の図書館室に出してください。公費で文献駆使の申し込みしたときに京都市ができるというようなこともあります。で、こちらの方がマイクラインのページになります。それぞれご自分のページになりますので、貸し出しの更新ができたり、予約ができたり、文献駆使の申し込みができたり、メモ機能もあります。学生さんによっては、ここから、クラインを検索するという人もいます。クライン検索のポイントを、挙げておきます。多くあるんですけれども、2つだけ。これが便利です。前方位置検索です。略氏名で検索するときに便利です。英語の、語尾変化があるようなときにも、使えます。アスタリスクスペースで、CI アスタリスクスペースなどいうふうに使えます。それから完全位置検索、これの場合は科学などという一般的な言葉を入れると非常にたくさん検索結果が出てきますので、科学という雑誌だけを表し検索させたいというときにはシャープを前につけるという検索の仕方です。この2つは覚えていただいた方がいいと思います。次にクラインから雑誌や電子ジャーナルを検索する方法です。そしてフルテキストを見る方法です。雑誌の場合は図書などと違って論文が掲載されている雑誌名のみで検索してください。所蔵館や年が分かってても雑誌のタイトルだけで検索してください。例えばこの例ですけれども、セル、モル、ライフ、サイズというふうに、略詞で書いてあるようなものの場合ですと、雑誌と電子ジャーナルのチェックを入れます。そして先ほどのアスタリスクを使った検索を行います。これで前方位置検索になります。そうしますと、簡略の表示が出てきます。簡略表示の中から自分の必要な、タイトルを選んで、詳細表示を進めます。詳細表示を進めますと、察したいしかない場合、考えたいしかない場合はここに各所蔵館の情報が出てきます。しかし電子ジャーナルがある場合はすかさずすぐにここにポップアップして電子ジャーナルの情報が出ます。ですのでご自分の必要な年のところを、クリックしていただきます。そうしますと次にポップアップするのが、これがプロキシーの画面です。ここで皆さん入れていただくのは、職員の、グループウェアの SPSID と言われているんです。以前から持っていらっしゃる方は、教育コードの ECSID を入れて使う方もいらっしゃいます。ほとんどの方は SPSID をお使いになります。ここで、ID を入れていただきますと、出版社のページに行きます。出版社のページから、PDF などのダウンロードのマークがありましたら、そこからクリックしていただければ、電子ジャーナルのフルテキストが入手できるわけです。さて、ここで問題です。よくある例ですが、ここにコンテンツがたくさん並んでいるものですから、関連するものをどんどんクリックしていきたいというのは、研究上、よくやりそうなことです。そのやりそうなことがネックになって、京都大学が、警告を受けることがあります。それが不正利用です。PDF をダウンロードしたっていう、ダウンロードするということはどういうことかっていいますと、PDF のマークをクリックした段階からもうダウンロードが始まっております。ですので、どんどんよく見ないように連続的にクリックすると、PDF に大量にアクセスしたというふうに思われて、短時間での大量ダウンロードということになります。
そうしますと京都大学からのアクセス停止というのになりますので十分お気をつけください。一人だけではなくて京都大学全体の問題となります。電子ジャーナルのことはお分かりになられたかと思いますが、その他電子リソースには電子ブックやデータベースがあります。電子ジャーナル、電子ブックはクラインの方から検索できますが、データベースはそういうわけにいきません。データベースは100以上あります。ですので皆さんは、先生方目的テーマにあったデータベースを使うということが必要になります。こちらの方に電子ベースありますので、そこから電子データベースを選んでください。これが電子リソースの画面です。電子リソースの画面にはこちらデータベースの画面があります。よく使われるのはポピュラーのデータベース、そして、右側が、資料タイプ別です。百事典や新聞なども読めます。学位論文や統計なども 入手できます。で下の方には分野別があります。それぞれ、複合や分野に関わる方も いらっしゃいますし、学生さんにお勧めになられるんでしたら一般の、全般的に見れる分野の方をお勧めになられるといいかと思います。次に先ほどのデータベースの一覧から必要なデータベースを選んだ例です。データベースをクリックしますと、そこでもまた SPSID の入力、プロクシーの画面が出ますので SPSID または ECSID を入れてください。これはウェブサイエンスの例ですけれども、検索をした後に、詳細表示のところでアーティクリンカー、京大アーティクリンカーというマークが出ます。これは何かと言いますと、京都大学内だけで使えるんですが、フルテキストへのナビゲーションです。このマークは京都大学のパソコンでないと出ません。この京大アーティクリンカーは、論文フルテキストへナビゲートするツールですから、この画面が出ましたら、まず一番上から順番に見ていってください。一番上、アーティクル。この緑のマークが出たら、これは京都大学アクセス契約をしている電子ジャーナルにアクセスできるという印です。ですので、このアーティクルのボタンを押してください。そうしますと、フルテキストが入手できます。もし、このアーティクルのマークがなければ、フルテキストがないということですので、京都大学の蔵書検索をしていただくために、クラインのところでクリックをします。自動的に同じ検索庫で検索をしてくれます。そしてそれでもない場合には学外から取り寄せるということで申し込むということになります。この申し込むという時にはマイクラインの、申し込んでいただければ公費で引き落とし、CTF 引き落としなどができます。京都大学にはあまりにもデータベース電子ジャーナルが多いので一体何がいいかわからないという方にはこのアーティクルサーチがおすすめです。一度に一つのキーワードでたくさんのデータベースを検索します。ただ京大50に限定していますので、すべてを検索しているわけではありません。細かい検索するには、それぞれのデータベースで検索してください。次に、文献管理ツールと論文執筆支援ツールの紹介です。文献管理ツールにはレフワークスとエンドノートウェブがあります。どちらかといえば、研究者向けなのがレフワークスです。エンドノートの方は、エンドノートの CD 論文をウェブにした簡略版になりますので、レフワークスをどうぞお使いください。また英語論文執筆シール、進出ツール、こちらの方も電子リソースからデータベース、こちらの方からアクセスすることができます。さて今までの説明は学内で電子リソースを使うということが前提になっておりました。では学外から使うにはどうしたらいいかです。これがリモートアクセスというサービスです。リモートアクセスは電子リソースのこのページの右側に学外から電子リソースを使うというのがあります。赤い字で書いてあります。ここをクリックしていただきますと電子リソースのリモートアクセスによる利用についてっていうのがあります。これは情報環境機構の PPTP 接続サービスというのを使いますので、ご自分のパソコンに設定する方法です。ご自宅や外出先のパソコンに設定する方法です。設定マニュアルのアクセスは、この学内で見ていただいてダウンロードしてそれをご自分のパソコンに設定してください。学内ではこのようなことは必要ありません。さて補足です。図書館機構ではいろいろな利用写真をしております。先ほどのトップの企画のページから、学習研究サポートについて説明がありましたけれども、レファレンスガイドダウンロードができますし、その他講習会もたくさん行います。
教育研究支援ということに関しては、関連した授業に関して、文献検索などを、私どもが出張して行うということも行っていますので、一コマ程度あるいはゼミで、こういうふうな文献検索についてと、いうふうに、求められましたら私どもが届けていくということも行っております。図書館室のサービス一覧です。こちらについてはまたゆっくり、ご覧ください。それぞれ少しずつ所属の図書館によって異なる場合があります。それから実習や、共同研究を支援する仕組みとして、図書館の施設グループ研究室や、共同研究室やグループ学習室があります。附属図書館には学習室24といわれる部屋もありまして24時間使います。最後に図書館の情報を授業に生かすにはということで、授業に生かす例をいくつか挙げさせていただきました。また参考になればと思います。以上で図書館機構を代表しまして、ご説明させていただきました。研究者の皆様自身がご自身が図書館のリソースを使っていただくことによって、授業の方にも反映させていただけるものと思いますので、どうぞ研究室に帰られましたら図書館機構のページをご覧いただきまして、必要なガイドなどを入手してそれを授業に反映していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。